超人気のカンコレを初見で実況プレイ、私提督の和彦太郎と申します。今回もよろしくお願いいたします。それではカンコレ始めていきましょう。では早速しぐれさん帰還で編成はこちらです。ご覧ください。長藤さんのレベルがもうちょっとで30レベルになりますね。あれ確かムスさんって会議した時30でしたっけ。記憶が怪しいな。まあ、30目標に育てております。もしかしたら30じゃない可能性もあるんですけど、まあまあ長瀬さんやっぱり戦艦なんで MVP もそこそこ取りやすいですし、育てるのは結構やっぱり駆逐艦とか軽巡洋艦に比べると簡単ではありますね。はい、駆逐艦がやっぱ一番きついですかね、育てるのは。はい、戦艦だと割と早い。しかし資源の消耗はその分激しい部分があるんじゃなかろうかっていうところですね。はい、では武装こちら。呼んだ。中戸さんの武装もこんな感じなんですよ。私の顔に何かついているのか。ちょっとねこれ武装に問題がある。副砲を入れたい。うん、何か用なの。あ、副砲入れた場合はムスさんのように対空の装備はなくなるんですけどね。まあその辺は主砲副砲の対空で頑張ってもらおうかなっていうところで。何でもおっしゃってくださいね。高尾さんはこれで、コメントを見てるとですね、従順は連撃仕様の方がいいよって書いてあって、で副砲2門積んだらどうって主砲2門入れてるけど、副砲2つの方がいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、確かにその方がいいと思います。はい、野戦でやっぱコンボできるっていうのは本当強いと思うんで、個人的にはいいと思うんですが、副砲の数が全く足りておりません。なので泣く泣く手法にしております。はい、なんとかね副砲を出したいんですけどね。うん、なんかうまいレシピがないっていうのと、あと46センチとか回しててもほんとたまたまなんですよね、副砲でこの3連装副砲っていうのが出るのが。うん、だから全然数も多くないんでどうかなっていうところですね。はい、でゆっかぜさんの装備こちら、昇格さん変わらずっていうところですかね。あの、何でしょう。最近艦載機の全然開発もしてないんですよ実は。うん、またなんかこう新しい艦載機入ってきた時に一気に回すんで、その時にまたね烈風だの流星階段のが出てきてくれればいいかなと思って、とりあえず今のところは46センチが欲しいので46センチレシピとか電炭レシピで回してますね。はい、電炭ももう 1,2 個欲しいですね。14号32号どっちかか。うん、長尾さん用とか他の混合型にも回ってないのと、あと戦艦の会議が来た時に、うん、ちょっとやっと作戦完了で、まあ、例えば話なんですけど伊勢型だとしたら伊勢さんに装備させるものがない電炭で、うん、とかね、そういう感じですね。俺をこんなに強化しちゃって大丈夫か。さあどうしよっかな、どこ回ってもらおうかな。とりあえず今から9時間だと大丈夫ってくるのは私に任せて。基地建設行ってもらおうかな。水上規模艦千代田、ちょっと遠いというか全然後々になっちゃうんですけど行ってもらおうかな。思い切って行ってもらおう。タマでいいかな。出撃するにゃ。手順に、駆逐に水母にと、これでおそらく成功するはず。僕に興味があるの。いいよ。基地建設何でも聞いてよ。雨はいつか止むさ。ゴー。帰ってくるのは8時と、まあ、で寝る前にもう一回回せば OK。さあすいません、お待たせしました、ごめんなさい。では早速、この構成、今の構成でですね春日玉いきますね。やっぱりなんでここまで春日玉行くのかと申しますと、出撃するね。まず随格さんがまだうちの艦隊にはいないので随格さん狙うのと、あと長波さんという方がこの4の4にいるというお話がありますので、見つけたよ。行って
ております。はい、ナゴさんはなんとか出ましたんで、まあ出たっていうかドロップで出したわけじゃなくて転送なんですけど、直縁隊も攻撃隊の援護に回って、ね、ドロップで未だにナガトは出ないっていう、はい、まあまあまあそんな甘いドロップじゃないんでなかなか出ない。敵艦発見、全訪問開け。うわーまずい、ちょっと待って、1歩目から艦隊決戦か、砲雷撃戦、1歩目からやめて、1歩目からダメですよ、ここは譲れない、怖すぎる、もう雪風は沈みません。あ、ナイスナイスナイス、行くわよ、うわーあーまずい、攻撃耐えないといけない、見つけたよ、耐えた、ビッグセブンの力、さすがビッグセブンながら、ね、しかし硬いな、艦隊をお守りします、運航船でムッサンの攻撃も通らないか、何が出てくる、ちょっとやっぱりフラッグシップは、おお強い、フラッグシップを狩るのはそうですね、まあどっちかというとヤマとか空母ですね、うん、正規空母、提督私やりました、じゃないとちょっと艦載機の子たちもガツガツ倒しきれる感じはしないですね、本当に頑張ってくれました、はい、感謝です、よい、朝鮮海藻空母巡洋です、ひゃー、久しぶりに叫べて気分が高揚しておりますね、巡洋さんいいわ、あの服装がかなり巡洋さん好きで僕、うん、あの巡洋さんが着てる上着こうなのかっこいい、ああいう感じの服好きなんですよね、うん、ヒヨさんの服とかもかっこいい、あのなんだろう、やっぱり着物ってまあかっこいい場合もあるんですけど、男性が着てたり女性が着てる場合も、ただ そのなんだろうな、着物、正規空母って着物なイメージあるんですよね僕の中で、うん、だけどああいうなんか服だと、うん、まあ正規空母じゃ軽空母なんですけど、ああいうのもいいなと思って、ジンオさんはここは譲れない、着物じゃない服も特徴的に、艦隊をお守りします、フラッグシップ潜水艦がいますね、ここ注意だな、見つけたよ、なんとかエリートを撃たせなくてしてほしいな、え、雪風は沈みません、そんな強いの、しぐれさんって嘘だ、おおおすごい、最高の戦果、相手に攻撃させない、まあ終わりの大撃はっていうことなんですけど、うわ強い、ちょっとしぐれさんのあのエリートの一撃びっくりしましたね、だって対戦装備させないですからね、しぐれさんクリティカルでもないのに落としきれるっていうのはやっぱり、この勝利僕の力なんて些細なものさ、この雨とそう提督のおかげだよ、初めて聞いたしぐれカイニさんの MVP セリフ、これ変わってんのかな、普通のしぐれさんとちょっとわからないですね、さあ来ました、艦隊のアイドル中ちゃんだよ、よろしく、まさかの純陽さんに中ちゃんにできたっていう、叫び2連なんで、いやこの次は誰、誰が来る、ちょっと期待したいですね、純陽中ちゃん、誰だ、あとはそうそう長波さんなんですけど、5の3でも出るというコメントあったんですが、ちょっとすいません、あの5の3はですね、あのいろいろと、まあぶっちゃけ言うと鋼材が非常に減る可能性が高いのと、あと言ってもなんだろうな、ダメージがちょっとでかすぎて一歩目に大破とか頻繁にしますんで、あんまり正直踏み出たくない海域なんで、はい、なんだろう、あそこやってるとあのイベント海域に挑戦してるような感覚になるので、感覚的にはちょっとね、あまり行きたくない場所ですね、はい、さーって戦艦がいますね、おっと削られた、ここだな、ここ重要、うーめ、残っちゃったか、ここで耐えないとな、あ、この僕をここまで追い詰めるとはね、え、向けすぎじゃない、待ちに待った艦隊決戦か、胸が熱いな、ちょっと待って、シグレさん、向けすぎでしょ、大丈夫か、そんな向けて、ちょっと、これ、ノーマルの、まずシグレさんからチェックしますよ、もちろん、ノーマルのシグレさんをチェックして、で、どんだけの、その、違いをね、確認します、はい、これ、ごめんなさい、決して熱く語ってるわけじゃなくて、なんだろうな、当然のことを当然のように履行するみたいな感じですよね、さあ、中波8ですが、
帰還なんで全然行きますよ。私やりました。残り8だろうが何だろうが大半なんなければ帰還は落ちないのと、本当に頑張ってくれました、大破じゃないので先に進めるんで、まあ、ある意味しげるさんでよかったのかな。の今のが例えばゆきかぜさんだったらちょっと僕はね危ないんで帰ってたかもしれないですね。いまだにこう中波大破の境目の部分でギリギリで中波になってるとあんま行きたくないのと、おいそうかい、ここで行ってくれないのかい、ダメか、ボス行かんか。見つけたよ。あと運営様のツイッターで、まあ、非常にね運営様、まあ、運営陳述さんは、まあ、大混乱というか、まあ、非常に忙しい場所なんですけども、直縁隊の攻撃隊の援護に回って、やっぱりですねイベント開始期間について言及されてましたね。もしかしたら伸びる可能性も、やられました、嘘だろ、関西機発着艦困難です、直撃でこれか、やっぱ、でもエリート、あでも強い方の潜水艦だしな、強い方の潜水艦のエリートとか、まあ、あるっちゃあるけど、ちょっと痛いな。おお、タコさん、ナイス。びっくりだわ。艦隊をお守りします。当てるか、昇格さんに、あそこまでのダメージを。ここは譲れない。まあ、なので、何がなので、なんだ、イベント開始時期がちょっとずれる可能性もあるみたいなこと書いてありましたね。ギリギリになるようでなかなか難しいみたいですね。あとはそう戦艦の会議についてなんですが、11月1日メンテした時に実装はするみたいですね。で耳寄りの情報があって、これは行かないですよ、4隻撃沈してるんで、潜水艦は野戦で落とせないものと僕は考えてますんで行きません。はい、で戦艦姉妹みたいですね。あのてっきり一隻分追加するって書いてあったんで、ビビたるものだが、あれ一隻じゃ姉妹じゃないのかなって思ったんですけど、戦艦姉妹のどちらか一隻っていう、どちらか入ってなかったかな、うん、戦艦姉妹が一隻解任になる予定ということなので、まあその戦艦姉妹期待したいと思いますね。そしてユーラスさん、相変わらず髪の毛長いんですよ、ユラさん。よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ縛ってあるし、ユラさんの S さんって誰なんですかね。長良型の人じゃないですよね、多分。艦隊が無事起動したね。多分あれか、キヌさんとかと同じかな。あまりそうは見えないですけどね、キヌさんと同じ感じはしますね。ありがとう。さあ雪風さん以外のダメージ、雪風さん以外はダメージ、ちょっと入りましょうかね、しぐれさんとかね入れておいて、おお誰も入ってなかった、昇格さんはバケツ、私って怪我しやすいのかしら。バケツもこれだけあったら多分イベントは大丈夫ですかね、その辺は安心しております、大丈夫そうな気もするんで、こんだけ休息など必要ない。ただ問題はこんだけバケツあっても、これだけバケツあってもですよ皆さん、あの結局は鋼材にかかってるんで、鋼材がこんな感じだとちょっときついかなという部分もありますかね。あの子たちをここで見守りましょう。ギリギリっていうかこの鋼材だと足りてないかな、イベントには足りてないので、多分イベント中結構稼ぐことになると思いますね、稼げればですが。やっぱ向けすぎだって。そして控えめな胸ですかね。さあチェックしよう。あこのチェック回もね、こう皆さんと一緒にチェックすると、チェックっていうか皆さんと一緒に見ると楽しいですね、うん、僕一人だけが見てるんじゃないか、皆さんも一緒に見てると考えると勇気が出てるっていう。あの霊帝沖海戦では西村艦隊に所属して、運命のスリガオ海峡に突入したんだ。ちょっと気持ち、スカートに穴が開いて、ただ左手で完全ブロックしてるんで、ちょっとお腹も見えないし、今腰、左腰が見えるという。そしてこの泣き顔ね、しぐれさん人気が非常に高いんで、この泣き顔で持って帰った提督さんも多いんじゃなかろうかっていうところです。さあ行きますよ、メインディッシュ。僕は白露型駆逐艦2番艦のしぐれだよ。あの霊帝沖海戦では西村艦隊に所属して、
運命のスリラー海峡に突入したんだ。不走も山城もすごかったよ。みんなが忘れてもちょっと僕だけは僕今ずっと覚えているから。これ見ててピッと来たことがあるんですけど、まさかのしぐれさん下着が、これ下着か分かんない、もしかしたらスカートの部分が引っかかっているのかもしれないんですけど、下着が黒、黒い下着、もしくはですよ、これ本当にまあ賛否のあるとは思いますが、これ本当に大げさな予想ですけど、ノープラのノーブラノーパンっていう可能性も、いや、なんでかというとですね、上の胸の部分なんかつけてないように見えるんですよね、僕はブラジャーがないように思える。そして下のスカートのとこ見てくださいね、これ単純に右下のの紐パンっぽくなってる、黒っぽい紐パンっぽくなってると思いきや、実はこれスカートがその部分だけ破けてスカートなんじゃないかなと。そうするとしげでさんはノーパンの可能性があるっていうところですね。この気づきどうすか皆さん。どうすかって聞いても意味ないか。まあただこういう気づきがあったよっていう。どう思うのか聞かせてください、この気づきについて。うん、あとは何気にこうお下げがね前に出てるのがいいんですよね。あれ以前から前に出てたっけ、なんかねこうこんなお下げにリボンしてるような感じじゃなかったような気がするんですが、しぐれさん。うん、やばいな、またしぐれさんをよく見てないって怒られちゃうかもしれないけど、まあまあでもちょっと待って、僕は前に、あ、前に出てるわ、ごめんなさい、ただ向きが違うんですね。うん、さあそれでは皆様、この度はしぐれさん、中破壊ということで、中破壊ってわけじゃないけど、まあ中破してしまった、まあ中破登録した回ってことですね。はい、ご覧いただけましたでしょうかね。あと何か言ってことあったっけな、そうそう、もうちょっとでイベントなので結構貯めてはいるんですけど、暴気がですね何気に今、随格さんをちょっと建造で出そうとしてまして、まあイベント前なのにちょっと暴気を若干使った建造を回してますんで、まあ暴気がちょっとね減り気味かなっていうところですね。暴気は全然増えないんで、まあでも2万5000前後、この先生教授に見せてくださいっていうコメントもあったんで見せますね。手紙が届いているよ。最近この出撃の勝率が 95% から 96% になってちょっと嬉しいですね。でこれでまたイベントでどう上限するのか分かんないですけどね。あとは自然回復量2万5500なんで、まあ暴気についてはその2万5500前後維持すればいいかなと。で燃料鉱材についてはまあ時間もないんですけど、なんとか3万前後いければ行幸かなっていうところですね。うん、で提督経験値についてなんですけど、これもコメントあって、なんだろう、ずっと出撃させてなんでレベル99なのみたいな感じであったんですけど、ぶっちゃけですね、98から99の上がりの経験値、ものすごい経験値必要なんですよ。だから、この辺に到達している方なら分かると思うんですけど、もうこっからはレベルは全然上がらないと思っていいですね、提督のレベルは。うん、まあ、だからそこまで上がらないのと、あとボスに到達しないのはですね、ちゃんと理由がありまして、理由ってわけじゃないんですけど、さっきの見ていただけたら分かるんですが、主に私やってるのが普段の日は春日玉置き回線なので、さっきみたいにボスにそれる可能性も十分ある。はい、それない場合もあるんですけど、それる場合も多いのと、そうそう、でボスまで行かないとやっぱ提督経験値って全然もらえないので、うん、そういう場合でそれるのと、最近はですね、サンゴ諸島沖、そこまでやってないんですよ。だから、ボスにそれる部分、なんだろうな、それる場合がかなり多いっていうことですね。うん。サンゴ諸島をやって、なんとか秋雲さん出したいんですけどね。昨日はやんなかったけどな、サンゴ諸島。だからまあ、1日1回、ないしは2日で1回、2回とかやれればいいかなっていうところなんですよね。だからもうちょっとサンゴ諸島をやんないとダメかなと思うんで、今日は1回やろうかなとも思ってますね。いい雨だね。なので
おそらく10月も私はですね、500以内に入れそうにないですね。はい。なかなかもう皆さんすごい方ばっかりなんで、きつい。はい。まあそこまで個人的になんですけど、今までも全然入ってなくて、取ってなくて、その報酬アイテム、報酬かな ?500 以内のアイテムとか、一回も取ったことないんで。まあそんなに何だろうな、気張って取ろうかなとも思ってないんですよね、個人的には。うん。あんまり何だろう、そういう皆さんとこう競い合ってやるってゲームはね、あんまりそこまで好きじゃないのと、うん、マイペースでやりたい気持ちがあるんで、まあなんか、何だろうな、だから追いつかれたり追い抜いたりとかいうのは全然気にしてないですね、はい。演習も勝率とか気にしないで全然やってはいるんで、うん。だから私なんか最初の勝率 50% ぐらいでしたからね。で最近だってまあ艦隊の力が底上げされてきたら、まあ普通にやってても勝てるようにはなってきたかな、うん、っていう感じですかね。はい。では皆様ご視聴いただきどうもありがとうございました。艦隊が起動したわ。また次回もよろしくお願いします。それでは失礼いたします。提督呼んだ。